川の乱の後、叔父上と父上は湯を見つけたと聞いたが、もしやこれか。母上は当時に来たときすら髪を下ろしてくださらなかったな。先生も湯に浸かるべきだ。常に鶴のように張り詰めておられて、穏やかに過ごすことがあるのか。
幾日も寝ておらぬようだ。一時だけでも休めればな。